こんにちは、肩大好きトマト、群馬ちゃん大好き姫がお送りするエアマルチバッタリーマインクラフト。撮影日は11月6日0時40分です。さて、今回もジャングルの木を取っていきましょう。今日はスープじゃなくてね、牛乳屋さんのロイヤルミルクティーというのを買ってきました。朝、そうね、朝起きてっていうか、昨日11月5日4日かにね、 COD の生配信みたいなオープンレックさんでやってて、見てて楽しそうだなと思って、うん、今日やりたいなと思って、Amazon じゃない、今やりたいからもうPS4 で買おうと思って、デラックスエディション1万2000いくらか、ちょっと高いけどいいかっつって買おうとしたら、クレジットカードじゃないと買えませんってなって、うわーってなって。まあ18歳以下の人はできなくするためにはね、クレジットカードっていうのは確かに有効だけど、でも18歳の人もそれできないじゃん。18、19、20ぐらいまでさ、クレジットカードできないとできないわけだからさ、さすがにちょっとそれは違うんじゃないかなとは思うんだけどさ、とはいえ他に方法があるわけでもなく、仕方ないっちゃ仕方ないんだけど、うん、やっぱ何かしら悪い影響を与えるわけじゃん、何かしらね、うん。16、17だとしてもさ、ちょっとぐらいいいじゃんって思う、確かに思ってた時期ある、俺も。でもやっぱさ、血を吹き出す感じだったりさ、っていうのを極端な話、5、6歳の子がさ、普通にガンガンヘッドショットとかして、体が血吹き出させてさ、よしぶっ殺してたぜみたいな、明らかさ、教育に良くないし、まあ、知り合いでそういうの関係なくやらせてる子は、人はいるんだけど、うん、どうかと思うぜとか何回か言う話をしたんだけど、うん、まあ別にみたいな感じだしさ、まあまあまあ、それはその人の教育だから俺はそこまで口を出せんのだけど。でまあ言ってもそのとばっちりを着たことにより、うん、変えず、クレジットカードも限度いっぱい使ってるからね、うん、どうしようと、なんとかする方法はないだろうかと、ふと頭によぎったのか、楽天カードの振り込み、引き落としされたと思ったんだけど、されてなくて、出したらあれは、うん、多重振り込みになってたのかもしれないんだけど、だから2万円俺は捨てた感じになってるのかもしれないけど、まあまあ振り込みました、多分通帳を記帳したから大丈夫だと思うんだけど、うん、うん、記帳した結果ね、特に変な風になってなかったんで大丈夫だと思うんですけど、2万円をその時に振り込んでるんで、楽天に。で、その時振り込んだのがよくわからないで振り込んだから、ちょっと、うん、楽天銀行に振り込めば、その日のうちに限度額というか、ご利用可能額に反映されたりするんだけど、そうじゃない場合、2、3個あってね、なんとか銀行をなんとかしてみたいなとかさ、そういうのに振り込んじゃうとダメなんだけどね。そう。で、そこで振り込むという方法があったからさ、
に振り込むっていうことできないのかなと思って調べたら、繰り上げ返済という制度があって、まあまあ使ってるカードによって異なるんだけど、やり方、例えば楽天カードだと一度楽天カードに連絡して自分が振り込む口座を調べなくちゃいけない。それぞれ振り込む口座が違うからね、一人一人、一人一人といっても、そんな一人一人が一個、一人に一個口座があるわけじゃないんだけどさ、俺はこの口座だったけど、あ、俺も一緒だわっていうパターンもあればさ、うん、俺はこの口座だったけど、あ、違うやつだわっていうパターンもあるし、うん、失礼、JCB カード一応2枚持ってね、片方は本当初めて作ったやつ、限度額最初10万とか15万で使ってたやつ、今は繰り上げて20万とかになってんだけど、うん、で楽天カードをその後ポイント欲しさに買って、あ、はい、使う感じになって、年会費無料なんでね、楽天も JCB も俺が使ってるやつは、ポイントも入るしいいかっつって使ってたんだけど、ポイントが入るからっていうんで逆にどんどん使っちゃうっていうバカなおバカな感じになっちゃってね。でその繰り上げ返済をするのに JCB は一切なくて、普通に ATM とかでカードを入れてキャッシング、うん、普通にキャッシュカードと同じような感じの使い方が、キャッシュカード入れて暗証番号を入れて引き落とすの代わりに、うん、クレジットカード入れて暗証番号入れて振り込むってだけでも、その場でも即もう適用されるから、カードを挿入してくださいって、まずはね自分の通帳からお財布の中に入れてお金を、うん、で差し込んでクレジットカード入れて、最初どこに入れたらいいか分からなくてね、振り込みなのかな、預け入れ、そうでしょつって、どこだつって見たら、カードローンとかカード店ローンってあって、ここじゃないんだけど、でも一旦押してみようかっつって、そしたらクレジットカードってあったの、これだっつって、うん、で暗証番号入れるんだけど、あ、暗証番号わかんねえっつって、あ、まずい、大丈夫、ダメですね、はい、ごめんなさい、いつものパターンですよ。重いなと思って止めて、再起動して、ちょっと動いたらまた止まっちゃうっていうやつね。で、立ち位置ずれてました。何の話してたかな、うん、忘れちゃったぜ。てか、どっから飛んでたんだろう。あの辺歩いてるところからだいぶ重かったような感じですもんね。徐々に、あれ？これ、やばい？大丈夫？ってなって、あ、ダメかもしれない、立ち止まって見てみた、際どい、あ、ダメだなって止めたんだけど、うん、なんだった、そうっす、JCB、暗証番号がわからないと、大体俺は言わないけど決まった数字を使っているし、思い当たる数字を1、2、
4か5パターンぐらい試して家帰って聞くぞっつってダメだったぜっつって、うん、LINE で友達にフレンドにCOD の話してたフレンドにね、足も分かんなかったわっつって、うん、あ、0000を試していないっつってしまったみたいな、うん、それかもしくは0000どころかもうクレジットカードをもらった時に専用の暗証番号が決められていて、それはもう取り寄せなくちゃいけなかったのかもしれない。一応あるんで暗証番号が分からなくなった人へっつって、ただインターネットから調べられなくて一回電話して、そっから調べるっていうか、そっから手紙が送付されてきて、それに待っているのでという感じでね、結果クソッつって帰りにビットキャッシュを買って帰ってきた。しょうがないからアマゾンで買おうと、明日になるけどまあいいかっつって、うん、購入完了してから気づいた。11月12日から13日あたりで再入荷しますってバカ野郎っつってうん、まあ今年以上最も面白いゲームとも呼ばれてるらしいし、らしい、俺は知らない、調べたわけじゃないしから、配信で言ってた、一番なんじゃないかなみたいな、うん、プロゲーマーの方が言ってた。メタデータで調べてもそんぐらいだ、なんか8位じゃねえ、それ違う、うん、まあまあまあ、まあ、すごい面白そう、実際見てても面白そうだし、失礼さあお待ちかね紅茶のお話の時間だよ。そう、昼間はそうやってちょっと出かけはしたんだけど、その時は特にお昼も前回カルボナーラを作った時のパスタがまだ残ってたんで、今回レシピをまだも見ずカルボナーラだな、作ってる、あ、手順って思ったけど、いいや、つって。また大体できんだわ、つって。そもそも前に適当にやって作った、まあ、ペペロンチーノという、もともと前の日の夕飯の残りが残ってて、それにちょっと加えてできたカルボナーラではあるんだけど。まず今ならレシピ言えるぜ覚えてる、自分で考えながらやったっていうのもあるからね、やっぱそういうの大事だわね、考えるっていうのはやっぱ大事。バター敷いてオリーブオイル敷いて、それはねオリーブオイルを使うっていうの、オリーブオイルなんて使ったことねえなと思ってたんだけど、そっとこの間卵焼きを作ろうとしたら油のところにオリーブオイルあったから、わーおっつってこしゃれたもんがあるぜっつって使ってみたんだけど、ね、大して違いが分からない、うん、オリーブオイルと普通の油の違いがよく分かっていないんだけど、うん、ただ美味しくできたよ今回カルボナーラ、バターとオリーブオイルとで、オリーブオイルで分かったけど、バターとオリーブオイルでニンニクを炒める、軽くね、俺大体焦がしちゃうから軽く弱火にしてるんだけど大体軽くってか、むしろ同じタイミングでベーコンも入れちゃう、なんだろう、そらさ厚切りのベーコンならさ、なんならベーコン炒めた後にニンニクでもいいくらいなあれだと思うの、カリカリにするんだったらベーコン、厚切りのベーコンをカリカリにするレベルでさ、ニンニク先に入れておいてみなよ、焦げるからね、
ニンニク焦げるとなんか変な味するじゃん。それは焦がしすぎなのか。うん、なんか苦くなるじゃん、ニンニク焦げると。それが嫌だからさ。で、普通に市販されてる薄いベーコンね、あのベーコンパックに入ってて、パックペリー開けると全部出てきちゃうやつ。むしろ全部開けないと途中でちぎれちゃうから、パッケージ全部開けなくちゃいけなくなるやつ。お得用のやつね。大体お得用で売ってるやつ。うん、あのベーコンだから、ニンニクのさ厚さとさ、ベーコンの厚さがほぼほぼ一緒だからさ、同時に入れるぐらいじゃないとさ、先に入れたんだとさ、うん、ニンニクもちゃんと自分で切って入れてるよ。ベーコンと同じぐらいになってたのね。だから1ミリぐらいなのかな。うん、大体だけどね、うん、で炒めて、その間に麺も茹でてて、牛ふん、俺のは牛ふん、あの平べったやつ使ってるから、俺はカルボナーラは平べったやつだと思ってるから、普通の麺じゃなくてね、まあまああの普通の麺じゃなくて、オーマイパスタのやつで平べったいのがあるんでね、青いパッケージのやつ。9分だったけど、ね、ちょっと茹で時間が長いんだけど、うん、ただ何人前ってのが分かんなかったんだけどね。残ってるやつを使ったらちょうどだったから、多分3人前。前回ちょっと多めに使ったからね、3人前だと思う。あの1個でね、うん、大体そうなのかな。大体3食分かな、アリパスタって。知らないか、それは。うん、ちょうど1食分残ってた。 1.5 かもしれないけど、まあ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 。続いて生クリームと牛乳じゃない、生クリームと卵とチーズなどを混ぜるんだけど、わかんない、何グラムとか大さじいくつとか知らない、測ってないから、うん、知らない、もともと測ってないし、前も、うん、大さじ、生クリーム大さじ1ぐらいだったと思うんだけどさ、ちっちゃいパックで買ってきちゃってさ、前もったいねえなっつって全部バーって入れちゃったからさ、結果だよ。確かに牛乳に比べて味は濃いけど、そんだけ入れちゃうと逆に薄くなるっていう、卵が薄くなるっていう、うん、濃厚さは出るんだけどさ、卵のコクが失われてしまう。じゃあ意味がない。生クリームよりだって卵のコクの方が上でしょ。だ君のコクの方がで、パルメザンチーズってかの普通にパスタとかをさ食べるときにさっ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 て振るやつ、あれをね、ポンポンってやったらバッて出てトントンってやればいいんだけど、お尻をポンポンって叩いたら、うん、ポンポンって手で叩いたらパッパッて出ちゃってさ、おーおーいつ、まあ、1回目で止めればよかったんだけどさ、1回目パッて出た瞬間止めればよかったんだけどさ、頭の中でもポンポンってやるっていうイメージ出ちゃっててかさ、ポンポンってやったらバッて出ちゃってさ、チェーだってなっちゃって、うん、で舐めたらさ、チーズの味しない、チーズ卵の味がほぼほぼしなくなっちゃってさ、やっちゃったやつって、やっちまったぜっつって、もう一個卵入れればワンちゃん立て直せるか、いやっつってとりあえずそこになんか醤油、うん、いいやつって、とりあえずなんか醤油入れたわ、醤油と胡椒、醤油隠し味程度に入れて普通に卵焼き作るのかなっていう感じで、おい入れちゃったっつって失礼入れちゃったっつって、でも最初のチーズパッパーの瞬間でも集中力切れちゃって、やっちゃったよっつって、胡椒振って普通に醤油も入れて、あっつって卵焼き作る感覚で入れちゃったってなってね、もうなんとなくでやっちゃった。もそこなんとなくでも何も考えてなかったそこ、うん、結果どうなったかっていうとね、美味しくできたんで、さっきも言ったけど、
といい量だったチーズ、むしろ。で、だからできた後にそこにもう一個上に温泉卵的なものを乗せてあげたら、もうお店でカルボナーラ食べれなくなるとかさ、逆にだからセーフだった、うん、ギリギリのラインだった。危なかった危なかった。だからガーリックとベーコンを炒めて入れたけど、それは具材として炒めていたんじゃなくて、あれはそれも含めてのソースだったんだっていう、うん、あくまで、おはようございます、あくまでパスタにおいて具材なんてねえんじゃねえかっていう、ふと思っちゃって、パスタにおいてはそうなんじゃないかみたいな、下手したら料理においてはそうなんじゃないかっていう。チャーハンってあるけど結局いろいろ具材を入れてるようだけど、あれは具材じゃなくてトッピングでもなくて、ご飯に合わせたソースなのではないかと、変なこと言ってる。なんとなくそんな感じがしてね、パスタを作った結果、いや、チーズが確かに濃かった、ね、多かったん、ね、で本来であれば、本来であればね。でもそこにね、バターとオリーブオイルとね、炒めたニンニクとベーコンが入ることによって、ベーコンの風味バター、オリーブオイルの風味、そしてニンニクの味、それらが合わさり、ちょっと多めに入れてしまったチーズが結果的にちょうどいい量になって、うん、本来であれば失敗になっていたかもしれないんだけど、そう、すべてが多分ちょうどよかった。うん、ベーコンとニンニクを同時に炒めたことによってニンニクが焦げなかったのも良かったし、うん、ちょうどいいパリパリ感とか味の、そう、多分炒め具合だったんだね。そっちが 100% だった分、あの味がちょうどだったのかもしれない。 100% 味をニンニクとベーコンから引き出していた分、卵液、カルボナーラの上のソースの部分の味がちょっとあれでもセーフだったんだ、セーフだったのかもしれない。大変美味しくできました。紅茶の話してたんじゃなかったっけ。うん、いやでも結構美味しかったよ。牛乳は適当、チーズもだからパッパじゃなくて、ちょっとなんか3個穴が開いてる方と丸い穴が開いてる方と横に大きい穴が開いてる方、その大きい穴が開いてる方でポンポンってやればさ、ファサッファサッってなる予定だった。そうやってパッとパッって出ちゃったんだけど、ちょっと濃いんじゃないかなってなったんだけど、結果 OK だったぐらいまで、うん、入れて、であとは、ね、茹で上がった麺をソースと絡めるだけっていう、うん、まあ、ソースと絡めるだけだとあれだから俺は炒めちゃうんだけどね、いつも。ソースを一旦ベーコンとあれに火止めといてね、うん、9分もあるからさ、先に茹でて、ベーコンとニンニク茹で炒めて、でソース作ってってやっててもね、その間にフライパンもいい感じに冷めてくるから止めとけば、うん、で茹で上がった麺とソースとベーコンと卵で2個混ぜて、そこにパスタを混ぜて、軽く中火か弱火ぐらいで火で混ぜつつちょっと温めて、うん、ソースに火を入れる感じかな、うん、感覚としてかっこいいこと言ったら、それっぽいこと言ってるんじゃない今、したら美味しくできた。俺はね、俺の味には、うん、なのでお昼は買い物に出かけなかったっけ。あ、出かけてないね。ちょっと飲み、だからビットキャッシュ買って飲み物買って帰ってきただけ。そう。
で夜になって8時ぐらいかな、夕飯食べたんだけどさ、絶対これ夜お腹すくと思ってさ、そうそう、さだって遅かったぜ今。いつもさ9時10時11時に家帰ってくるわけだよ。10時ぐらいに仕事終わって、9時10時って言っちゃったっけ、違う、そんな時間に終わんねえ。10時に仕事終わって帰ってきます、家着いて11時です。軽くご飯食べますっていう生活をしていた中で、早晩になってもいつも食べてる時間だからっていうんで、お腹空いてきちゃった、眠れないみたいなこともあったわけよ。そんなこんなで食べていた結果、この時間帯に食べるのはデフォルトになってきて、そうそう、で早晩の時は確かに9時10時ぐらいにお弁当を食べる時間はあるんだけど、でもその時間はお蕎麦の時は寝てるから別に大丈夫。うん、で帰ってきてご飯を食べる、3時くらいにね。でもお蕎麦の時は12時とかにお昼を食べてから、まあ朝ごはんね食べてから仕事に行くから、2時3時は別にお腹空かないから、うん、食事の時間がずれた状態でサイクルが出来上がってしまってね逆に平日、いや休みの日とか大変なんよ。朝8時とかにさ目覚めるとそれじゃん、寒っつって、うん、お腹すいたなっつって食べるじゃん、そうで、またお昼食べるじゃん、夕飯食べるじゃん、次の日遅番じゃん、夜遅くまで起きてるじゃん、10時ぐらいお腹減るんだよお腹減るんだよ、しょうがないでしょ、だっていつも食べてる時間だ、あれいつも食べてる時間なのに食べないでいいのみたいな感じでお腹が言ってくるんだよ、うん、大変だから、かけて食べないとさ寝起きちょっとぐったりするときある、なんか栄養失調じゃないけどふらふらっとする時があってさ、ちゃんと食べないと食べないなって、だから3食で夕飯を抜いた時の感覚よ、1日3食で夕飯食って食わないで寝て起きたらちょっとふらふらっとするでしょ、そんな感じ、うん、だからついでにあのひげ剃りのカミソリで、最近はシェーバーじゃなくてね、カミソリでヒゲ剃りしてんだけど、そのシェーバーじゃねえ、シェーバーオイルか、シェーバーオイルっていうか、うん、ローション、うん、最初は泡を使っていたんだけど、泡だとダメで、普通の泡だとね、なんか別にこれなら塗らなくてもみたいな滑りを良くするためにって言っても、なんか顔の上に泡が乗ってるだけで刃物が通るそこの位置をちゃんと砥石を研ぐときに水つけたりするけどさ、その水がついてない状態でさっさってやっちゃうとさ、刃物がちゃんと肌に吸着しないみたいな、あ、ちょっと例えてたのに合体しちゃった刃物がちゃんとさ砥石に密着しないからさ、水つけるとこうピタッて密着するんだよね、なんとなく、ね、吸盤みたいな感じでピタッてくっつく、ね、ちゃんとしてる歯ならね、確かそれで持ち上がったりもするはず、刃物砥石にスッてやって、おじいちゃんが昔持ち上げてたって出てみっつって、スッ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 ってグッグッういっつって、お、持ち上がったっつって、どうやんのっつって、俺やってくれてきなかったそんなこともあったな、よいしょ、だから
場じゃダメで、今度見つけたのが普通のローションなんだけど塗ると、そう、普通のローションもローションでダメだった。うん、肌が荒れちゃって、逆にローションが合わなくて肌が荒れちゃうっていう、うん、でダメだったんだけど、ローションなんだけど塗ると泡立ってくるみたいな、ローションであり泡でありみたいな、結構それが使い勝手良かったんだけど、なんとなくそれもダメダメダメではなかったんだけど、なんか反り負けするなと思って、やっぱ泡だとダメなのかなと思って、なんとなく目に留まったそのローションを使ってみて、買ってみようかなっつって、俺が使ってるカミソリ用のみたいな、ドライバー専用みたいな書いてあったからさ、まあこれならと思ってやってみたら、すごくいい感じに剃れるからね。やっぱり何事もトライアンドエラー、まあ、だね。でそれがもう夜お風呂入った時に切れたので、あ、落ちたっつって買い行かないとなと思ってたから、あ、じゃあちょうど買い行こうかっつって夜8時ぐらいに、買いに行ってちょうどいいなっつって買いに行き、そこでねウェルシアってとこ行ったんだけど、薬局なんだけど、そういうカミソリのとかも売ってるし、洗顔も売ってるし、シャンプーも売ってるしっていう雑貨で、雑貨っていうか、まあまあまあ、まあ、要は体に関するアイテムを売ってる場所で、ただ食品も置いててね、見たら紅茶があったから、うん、その前にもパソコンで見てた、ね、Amazon でさ、ビットキャッシュ買ってきてさ、ゲーム買うときにさ、1万円のビットキャッシュを買ってきたからさ、ゲームが6000円ぐらいでさ、まあ、PS4 だとさ、デジタルコンテンツってやつで1万2000円いくらかので、いろいろついてくるやつで、シーズンパスとかついてくるやつだったら、そっちが良かったなと思ってたんだけど、でもまあ、いいかっつって、デジタルコンテンツを買うにも、クレジットカードのあれがどうのこうのだし、いいやっつって、まあその時はね、まだ、12日13日っての気づいてないから、気づいてたら多分 Amazon チェックはなかったけどね、そこで調べてつか紅茶ってみて、うん、何個かいいのあって、その中に牛乳屋さんの作ったロイヤルミルクティーってのがあってね、これもいいなと思って買ったんだっけな、もしかしたら買ったかもしれないのに俺は買ってきたのかもしれない、ウェルシアでリピーター買う前にリピーターになっちゃって試す前にリピーターになっちゃって、うん、だとしたらワンチャンその可能性もある、あるあるでしょ、 CD 買おうと思って、あ、新しいの出てるっつって買ったら買ったやつだったってあるでしょ、それと同じ。まあ姫はね、ロイヤルミルクが飲めないらしいんでね、姫からするとちょっとってやるたら、これは割とロイヤルミルクティーが好きで、お酒とか飲んでる時にさ、ロイヤルミルクティー飲むとすっきりするんだよね、胃が胃もすっきりするし、お酒もちょっと、あー、酒がやってきたなってなるんだけど、ロイヤルミルクティーで吸ってするっていうのならでね、友達の結婚式に行った時に、ね、おっおってなった、ロイヤルミルクティーいいなっつって若干ハマってたんで、再来結構いいですよ、ただ甘い、うん、ある意味では紅茶の入門なのかもしれない、うん、かなりやっぱ牛乳屋さんが作っただけあって、ね、牛乳が濃い、うん、多分甘いから砂糖も入ってるのかな、わかんないけど、そこら辺は心も満たす安らぎのミルク感、ね、今だけ22杯分って書いてあるんだけどね、
ルクルーゼのちょっと大きいやつで飲んでるから、これだと半分の11杯分ぐらいしかならないのかなって考えて、いやだとしても結構飲めるぞ。スプーン2杯しか入れてるもん。ティースプーンで3杯だけど、俺普通のセブンイレブンのスプーンで2杯入れたから、それでちょうどいいから。ルクルーゼのコップで。ルクルーゼのコップみんな持ってるみたいに言うなし。うん、でも、いい。リプトンとかさ、午後の紅茶、あれ午後の紅茶ってリプトンだっけ、紙パックのやつとかさ、午後の紅茶しか飲んだことなかったけど、紅茶かでもか、そこからだったけど、なんだろう、結構お店で飲むようなロイヤルミルクティー、ファミレスとかでね、うん、ミルク濃いめで誰でも飲めますみたいな。でもね、結構香り好き。この香り、最初に入れたての時の香り好きだったわ。今ちょっと薄くなっちゃってきた、うん、いや薄めたんだけどね、ちょっと濃いっつって。うん、まあいい感じに。ギャングの気も集まってきてね。本当は缶のやつ買おうと思ったんだけどさ、赤いので調べたけどさ、さすがにブルったわ。いや、あるんだよ。友達から緑茶ももらったからさ、その葉っぱを、ね、葉っぱ系を入れるためのポットあるんだけどさ、ちょっとさ、ちっこちゃん飲む人いないだろうしさ、失敗した時のダメージ、それを飲みきれなくちゃいけないってなると、ちょっとあれだからね。うん、もう一人の結婚式の友達からもらっていた紅茶もティーパックのやつが3個か5個入ってるやつをもらったんでね、名前書いてなくてアールグレイって書いてあるだけなんだけど、それ飲んでみて。一応砂糖も買ってきたから大丈夫なんだけどね。最悪ミルクにして、ミルク入れちゃえば飲めると思うけど、そうなんだ、ミルク入れるとミルクティーになるからね。それはもう紅茶とは別物みたいな感覚で俺は飲んでる。紅茶から派生した違う飲み物だとしてね、ちょっと、うん、別物かな多分。レモンとかも入れたら美味しそう。あ、これレモン合うかもしれない。牛乳屋さんのロイヤルミルクティー、ちょっと絞ったら美味しいかも、うん、さて、というわけで今回はここまでにしたいと思います。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。質問、コメントなどある方は下のコメント欄、もしくはask.fm までよろしくお願いします。以上、赤大好き、トマト、群馬ちゃん大好き、姫がお送りいたしました。